ガンダム突っ込みます。ですね。えジー、G、アーマーに合体したガンダムが突っ込むんですけども、下からガンダムが突っ込んでいって、ジーアーマーが突っ込んでいって、えー、ビグザムのですね、足元が見えてますで。相変わらずビームが歪んでます。実に丁寧にこのビームが歪んでいて、えー、敵にですね、近づけない、簡単に近づけないということを表現していますね。えー、で、近づいたと思ったんですけども、結局ビグザムの足にガッと掴まれるんですよ。 で、スレッガーのいるコックピットが歪んでると。で、えー、まだまだっていう風にスレッガーが叫んで、さらに突入しようとするんですけども、結局スレッガーのコックピットが破壊されて、スレッガーは宇宙へ放り出されてしまうと。でね、やっぱこのシーンもね、かっこいいのは、あの、構図なんですね。スレッガーのコックピットがぐわーっと歪んで、コックピットが壊れるところ、わかりますか向こうにね、ガンダムの顔が見えるんですよ。 で、これ何かっていうと、あの、おもちゃとかで散々評判が悪いんですけども、G アーマーのですね、えー、このコックピットですね、えー、G アーマー側のコックピットの真下にガンダムの顔が来るようになってるんですよ。だから、スレーガーが殺されてコックピットが破壊されたと同時に、ガンダムの顔が剥き出しになるんですよ。あの、ダサくてダメな、あのおもちゃをですね、演出に活かすっていうのはこれなんですよ。 ええとね、演出に活かすっていうのはかっこよく見せることじゃないんですよ。ダサいおもちゃを作画でかっこよく見せるっていうのも、それも一つの方法なんですけど、富の意識がこれでやろうとしたのはですね、そのおもちゃみたいなものが破壊されると、かわれてるはずの顔が剥き出しになると。この演出やりたかったんですよ。すごいですね。で、さらに次のコマがアムロのこの顔の方向です。これ、そのまま持ってきたんですけども、 つまり、ガンダムが横倒しに寝てるから、アムロはこの方向でものを見てるわけですね。ちゃんとこう連続性があるんですよ。で、このガンダムの顔と同ポジションのアムロが注意って言うんですけども、その、結局スレッガーが死ぬところをガンダムが見て、それをアムロが体験したっていう、こういうなんか絵,絵になってるわけですね。視聴者にそれも直感的に分かる。理屈じゃないですか。説明じゃなくて、見ている小学校 この男の子でもですね、直感的に、あそこにアムロがいて、本当は顔にいないんですけど、アムロがいて、アムロが目撃したんだっていうのが分かるようになると。で、吹っ飛ぶスレッガーですね。スレッガー注意ですね。宇宙服のまま吹っ飛んでいって、最低限の部品としてコックピットの前のあたりですね。これでですねここ、コックピットが壊されたのが分かります。で、えー、まあね、ここでこのシーン出したのはですね、これ A パートのシーンなんですけども、スレッガーがやっぱり、 こういうふうにですね、普段だったらこんな特攻とかしない人なんですね。えー、最初にですね、ホワイトベース乗り込んだ時に、スレッガーさん、あなたは司法担当してくださいっていう時に、あ、それはできねえなというふうに言ったのは、俺はそんな損するようなことをしないでとか、まあ,あの、無理なことはしないでみたいな、本来はマイペースな人だったんですよ。 しかし、ホワイトベースの来ると仲間になってって、一緒にシャワーでも浴びようやって言ってるうちに、どんどん兄貴になっていった。自分らしくないことをしてるのも、自分でも分かりながら、多分スレッガーローっていう人がですね、一人生き残って、歴戦の勇士なのに一人生き残ってるということは、周りの人間がどんどん死んでいって、でそんな奴らに同情的なことをしたら、マッシュ、オルテガとか、<laughs> あいつらの仇だとかって言ってるガイアがやられるようなもんで、 その死んでいった仲間に同情したりですね、共感したりしたら、その死人になっちゃうんですね。そんなことをやっちゃいけないと、スレイあーローは分かってたから生き残ってたはずなのにですね。いつの間にかアムロにですね、率先して合体して突っ込もうと言って、あ、これ以上犠牲出すわけにいかないと。 で、GR までダメならガンダムのビームライフルってダメならというのはどういう意味かというと、自分が死んでもお前がいるしっていうような意味なんですね。そんなことをする人じゃないの。でそんなことをやっちゃったのは何かっていうと、やっぱここで自分の命を預けちゃったからですね。なんかこの未来さんに思いっていうのを、未来の恋愛感情と思いを受けたから、自分はその恋愛感情を持ってるかどうかわかんないけども、返しちゃったから、えー、こんな行動を取るようになっちゃったんですよ。 だからあの、さっき話したようにですね、ミネバがドズルを殺したわけなんですね。ドズルがこんな行動をす,するようになったのは、自分の嫁と娘を助けようとしたからであり、そしてその助けようとしたあまり、そのグラナダからの援軍が間に合わなくなってしまった。ミネバがドズルを殺すわけですね。で、未来の愛情が、未来の恋愛の告白がスレッガを殺したとも言えるんですよ。で、これは後にですね、その、 シャアがですね、ララーを殺すことになってしまい、そしてセーラーとララーがですね、その、まあ、セーラーとララーとガルマが3人がかりでシャアを殺すというですね、何かその不思議な縁の話になってます。テレビ版のラストであのシャアズナブラ死んでるので僕はこういうふうな話をしてますけども、あの、この愛が人を生かさない、愛が人を殺すっていうのは、その打倒宇宙戦艦ヤマトで作られた 機動戦士ガンダムの全体のテーマでありですね。まあ 映画版のガンダム2の主題歌にもなってますよね。愛震える愛、それは別れ歌ですよ。<laughs> あの、疲労骨も燃え尽きて、濡れる肌も土に帰るというえげつない歌詞の歌を <laughs> 映画版のガンダム2では歌ってるんですけど、死にゆく男たちは守るべき女たちに、死にゆく女たちは愛する男たち、何をかけるのか、何を残すのかっていう、すごい歌詞なんですけど、もう本当この辺ですね。このあたりなんですよ。ガンダムの なんか、中心的なテーマで、軍国主義と宇宙戦艦ヤマトが言われたから、絶対にそれを言えないんだけど、わからないように、何のために死ぬのか、そして、何のために死ぬって、悲壮な決意で死のうと死ぬんじゃなくて、何かうっかりと心を通わせて愛情っていうのを持ってしまったために、人っていうのは死んでいく。でもそれは本当に悪いことなのかっていう話にこう繋がっていくわけですね。だから、やっぱね、 あの、ランバラルが死んだ時、ハモンは逃げることができたのに、ランバラルが好きだったからハモンは死んじゃったわけですね。で、ガルマの思い出がイセリナを殺したわけなんですよ。で、未来が不器用な告白をしなければ、スレッガーも死ななくて済んだかもしれないと。えー、機動戦士ガンダムっていうのはですね、こんな話でした。お疲れ様でした。えー、今日のガンダム講座はここまでです。また次回をお楽しみに。